じゃあお題を発表します。16点。つかもおぜ、ドラゴンボールを悲しい歌詞に変えてください。です。17点。近所のおばさんがつまらないものですが、と持ってきた本当につまらないものとは。18点は画像ですね。画像で一言。19点が、大学受験に失敗してしまった同級生を雑に慰めてください。で、20点が、ギリギリ怒られない範囲でディズニーの秘密を教えてください。うわ、20点難しい。おー、なるほど。関ヶ原さんですね。僕から、うわまあ、例えば17点なんていうのは本当になんか物を言うだけですからね。一言。きっとしにくそうなよな、なんか。そうなんですよね。好みが出るから。はいはい、じゃあ、はいはいはい。17で。近所のおばさんがつまらないものですがと思ってきた本当につまらないものとは、使用されたサーカスのチケット。え、ワンキット。あれだ。ですけど。17で、そのまま。近所のおばさんがつまらないものですが、と思ってきた本当につまらないものとは、押すと、ダッフンだっていうおもちゃ。ノーヒットかな。そう。なんか審査むずいな。これの審査むずいな。じゃあ16番、悲しい歌詞に変えてください。一貫な依然冠婚葬祭。ワンヒット。ここ狙い目なんじゃないか。そうかもしれないです。なんか勢いが勢いでいけるところなのかもしれない。なんかわかんないけど。じゃあ20番、ギリギリ怒られない範囲でディズニーの秘密を教えてください。ミッキーは全部インプラント。そう、ワンヒット。おー、よし、くれー。おー、いいね。はい、じゃあ16番、じゃあ悲しい歌詞に変えてください。初詣で再選ないよ。ノヒット。またこういう差か。求められてると思ってるんですか、あれは。19点。大学受験に失敗してしまった同級生を雑に慰めてください。ママ、どうせ辞めるんだし金浮いたじゃん。ノーヒット。はい、じゃあ20点でお願いします。ギリギリ怒られない範囲でディズニーの秘密を教えてください。はい。ウォルト・ディズニーは小学生の頃、先生のことをママと呼んでしまったことがある。ノヒット。なるほど。まぁ、ちょっとあるあるとしてね、手垢がつきすぎています、ね。手垢だらけだな、確かに。じゃあ17番。近所のおばさんがつまらないものですがと思ってきた本当につまらないものとは？バネ。ワンヒット。字の汚さちょうどいいな。じゃあ16で。悲しい歌詞に変えてください。今日閉店隣の電気屋。ノヒット。そうですよね。あ、そうか。17でお願いします。近所のおばさんがつまらないものですがと思ってきた本当につまらないものとは？灯油キュポキュポするやつ。ノーヒット。ちょっと欲しいな、それ。はい、16番。悲しい歌詞に変えてください。じいちゃん死んだ、遺産もないよ。ノーヒット。狙い目じゃなかったな。16番。はい。悲しい歌詞に変えてください。夫の暴力、泣いてもやめない。ノーヒット。16
中国って狙い目じゃないのかな。中国でも、でも超悲しいぜ。あれ、あ、18番でじゃあ。画像で一言。すいません、柔道家に捕まったので少し遅れます。いいね。いいよ。ダブルヒットかな。おい、あった。ダブルヒット。十六番。悲しい歌詞に変えてください。つかもうぜ、ジジイの遺骨。ワンヒット、ワンヒット。おし。十六点で。みんな来るな、ここ。おお。悲しい歌詞に変えてください。はい。楽しいぜ。一人で遊戯王。ワンヒット。そういうことやな。なるほどな。はい。20点でお願いします。ギリギリ怒られない範囲でディズニーの秘密を教えてください。エルモが来園したことがある。うん、ワンヒット。今回16でいきます。悲しい歌詞に変えてください。キャラメルくちゃくちゃサシバーポロポロ。ワンヒット。激戦区になっちゃったやん。いや、なんか激戦区やな。16全員が笑っちゃったから。20点でお願いします。ギリギリ怒られない範囲でディズニーの秘密を教えてください。ミッキーの股間をすっと撫でるとチロスを10円引きしてくれる。あれ、ダブル、ダブル。これはでかい。これはでかいな。19。誰も言ってないとこ。大学受験に失敗してしまった同級生を雑に慰めてください。ドンマイケル。ノヒット。じゃあ20番。ギリギリ怒られない範囲でディズニーの秘密を教えてください。ミニーちゃん化粧のり悪いと出てこない。の人。じゃあ18番。画像で一言。え、この子チェンジできないの？ワンヒット。よし。なるほどなるほど。で早速3作ったな。このお題取りましたね、もう。はい、じゃあ18番で。なるほど。いやー、マジか。画像で一言。後の引用マーク。の人。よし、18やめよう。でもここ攻めないと。17番で。17。はい。近所のおばさんがつまらないものですがと持ってきた本当につまらないものとは？昔雑貨屋によく売られていた、こういう電気がバチバチ鳴る玉。うま。ワンヒット。ワンヒットです。うま。うまい。おい、うまいな。ずいぶんうまいな、この人。じゃあ、18番で。画像で一言。はい。おやおや、私のテレフォンコンバットマトリックスの前には、さすがのあなたもその程度ですか。ワンヒット。何？なんて？なんて？私のテレフォンコンバットマトリックスの前には、さすがのあなたもコンバットマトリックス？勝ちそうなんや、この人。コンバットマトリックス、コンバットマトリックスで？ほんまや。20いきます。ギリギリ怒られない範囲でディズニーの秘密を教えてください。閉園後スタッフは子供の忘れ物すべてにキスをしている。気持ち悪い。ダブルダブル。おい、やべえな。ありがとうございます。やったやったやった。いくなおい。全員に20点。ドゥオネコ。いいこととしてやってんだろうな。スタッフはな、なんか知らんけど。じゃあ次は、17でお願いします。はい。近所のおばさんがつまらないものですがと持ってきた本当につまらないものとは？キャインの最初のキャイーンのところだけを集めた DVD。 ワンヒット。稼ぐね。出す。
何してるの？稼ぐね。よし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 。16。悲しい歌詞に変えてください。大好きでした。小向かいみーなこ。ワンヒット。悲しいな。悲しいわ。悲しいな。16。悲しい歌詞に変えてください。プライドだけは、一人前さ。ノーヒット。じゃあ19番で。大学受験に失敗してしまった同級生を雑に慰めてください。でもまあこれで気楽にトイレに行けるな。え？どうしてだい？大学生になったら大学生からな。ノーヒット。俺？ノーヒット。俺？おかしいな。はい、じゃあ19番で。大学受験に失敗してしまった同級生を雑に慰めてください。まあまあこの掲示板には番号はないけど、俺の心の掲示板にはバッチリ載ってるよ。ノーヒット。19番難しいかもしれんこれ。ちょっとみんな19番要注意やわみんなこれ。ピクリとも面白くなかったですね。求めてる回答とは違うんじゃん。19番これ面白いとこが一つもなかった。渋谷がもっと雑にいかなあかんねんて、ドンマイケルみたいなやつやってやっぱ。なるほどね、ドンマイケル的なやつか。ドンマイケルもらってましたっけ。よしよし。じゃあ18番画像で一言で。画像で一言。はい。今日は帰り遅くなるって言え。今日は帰り遅くなるって言え。これワンヒット。何これ16番で16点でお願いします。悲しい歌詞に変えてください。はい。押し吹いたら手に持ついた。ノーヒット。16番で。悲しい歌詞に変えてください。しょうもねえな渋谷のハロウィン。ノーヒット。そう、うん。じゃあ19で。大学受験に失敗してしまった同級生を雑に慰めてください。大丈夫大丈夫。お前今日星座占い1位だったからいいことあるって。ノーヒット。19やっぱな。19むずいな。19 やめようかな。19は手を出さない方がいいかもしれないです。これは。16で。16。悲しい歌詞に変えてください。10年いるのに、役所は無理って。ワンヒット。ワンヒット。ようやくこれで得点取れるのか。うわ、やば。やべ。3やん。もう、あと、もう一回答ください。じゃあ、16に。まずいな、これ。19行こうかな、俺も。で、じゃあ、画像、18番で。画像で一言。電話変わるからさ、俺マジで黒帯持ってるって言ってや。ワンヒット。よし。やばい、16を考えなきゃな。そうなんだよな。チャレンジしてる場合じゃないんだよな。すいません、19で。大学受験に失敗してしまった同級生を雑に慰めてください。まあまあ、でも受からなくてよかったよ。え？どうしてだい？いろんな人と出会わなくちゃいけないから、大学はもう出会い学だよ。出会い学、大学だよ。出会い学だよ。ノーヒット。ノーヒット狙いや、お前ちょっと。気持ちよくなってるやろ、もう。ノーヒットをもらうことに。おかしくないですか？いいの思いついたと思ったんだけどな。18。画像で一言。ドキッ！サラリーマンの俺がガチムチ柔道家に抱きしめられそうなんだが。ノーヒット。BL とかお嫌いですか、先生。いや、そんな心外みたいな顔されても。BL とかあんま、すごい目してました、今。BL 好きやったら笑ってたから、ね。
や、今、BL 好きな不女子はめちゃくちゃ笑ってるよ。あるあるってなってるよ。じゃあ、19で、僕も。19で。19で。大学受験に失敗してしまった同級生を雑に慰めてください。お、そうなると、B ルートに突入だな。ワンヒット。ワンヒットです。これはいいな。17点でお願いします。近所のおばさんがつまらないものですがと持ってきた本当につまらないものとは。はい、こういう絵文字のバッジ欲しいけどないるけどないるかこれ。ワンヒットワンヒットその絵文字結構人気やけどな人気やけどいないちょっと欲しいけどな二人いるって二人いるのかでもワンヒットあ、じゃあ、ヨアキーさん、これで、3つ揃ったの。はい、お !17 点は。いやー、来てるね。それぞれ陣地は取ってんのよな。そうですね。難しいんだよな。19だけまだ陣地が止まってないわけだな。うん、で、6周目です。はい。はい、うわー、もう6か。うわー、取ってかないとな。じゃあ、20点で。はい。ギリギリ怒られない範囲でディズニーの秘密を教えてください。キャラクターと集合写真を撮るとき、どうしてもと言うなら、グーフィーを外せる。ワンヒット。ありがとうございます。よし、うん、17点で。近所のおばさんがつまらないものですがと思ってきた本当につまらないものとは。カピカピのウェットティッシュの人。あかんもう16なんもないってもうそんな俺も18じゃないよ取るやつ間違えたな。じゃあ16で。悲しい歌詞に変えてください。親のパンツ高値で売れたの人あ16、悲しい歌詞に変えてください。嬉しいぜ納税いらずの人16 先は高いけどな。納税いらずってもうパターンないやろ。苦しいな。そうかもしれないですね。実は19、大学受験に失敗してしまった同級生を雑に慰めてください。やったな、ビル・ゲイツと同じキャリアじゃん。あ、うんうん、ワンキットかな。よしよし。なるほど。もう19にこだわんのやめよう。これでも彼のノルマ達成してんだ。ノルマって。18。画像で一言。実写版企業合併。の人。うわぁ、18番だ。じゃあ。17点でお願いします。近所のおばさんがつまらないものですがと持ってきた本当につまらないものとは。はい。ビデオデッキクリーナーの人。なるほど。17番。近所のおばさんがつまらないものですがと持ってきた本当につまらないものとは。はい。埴輪の人。これが最後の週です。じゃあ、20番でお願いします。ギリギリ怒られない範囲でディズニーの秘密を教えてください。ミニーにプレゼントを贈るとき、一番喜ばれるのは鍵タバコ。ノーヒット。ああ、ノーヒット。よし。まだあるぞ。よしよしよしまだあるぞ。じゃあ、20点でお願いします。ギリギリ怒られない範囲でディズニーの秘密を教えてください。ディズニーランド正社員最終試験 USJ のロゴを社長の目の前で踏む。ワンヒット。出るね。ありがとうございます。ありがとうございます。ワンヒット。ワンヒット出たか。いやーとも祈るのみやこれは。これ逃げ切りたい。18。18 いや全然別にありますけどね。
うん、もう16楽しくないねん。お前が自分で撮った人生だろ、何にしろよ、16を。後半の16なかなか出んやろな。はい。画像で一言。あ、もしもし、警察ですか？今から人に危害を加えます。ワンヒット。何の意味もないワンヒットや。ワンヒットだろ。じゃあもう16に行くしかないんだ。もう好きだぞ、16のトリプル行こう。16トリプルでも、でもだってもう逆転できへんだやろ。本当だ。いや、なるほど。そうなんだ。まあでも、もう他の人と差をつけるって意味では、16かどっちにしだよ。あ、そうだな。16か。辛そう。辛そう。こんな、こんな辛そうですか。考えるの。すごい嫌やん。はい、16。はい、うん。悲しい歌詞に変えてください。コロナになった。共存するぜ。の人。うん、岩切くんの目見た、哀れみの目やったよ。いや、俺は良かったと思ったけど、なんでこんなに静かなんだろうと思って。じゃあ、笑えよ。どうぞ。いや、でも行くしかない。18。画像で一言。はい、さっきは断ったんですけど、やっぱり入ります、生命保険。の人。ああ、しまった。まずい。19で。おうん、おお、大学受験に失敗してしまった同級生を雑に慰めてください。まあまあ大学落ちてよかったじゃない。え、どうしてだい。あの天才と同じ一郎になれたんだから。うん、ワンヒットワンヒット、よーしやったワンヒットです。これうまいことかかってますよね。これはうまいことかかってますよね。なんかうまい、うん、お上手。よかったな。よし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 。一回18番いきます。18点。18。はい、はい、お、うん、画像で一言。はい、いいんですか、こんなところで油打ってたら彼女大変なことになっちゃいますよ。うーん、の人。なるほど。よし。切り替えた。17いくか。切り替えた。行きたくないんや。じゃあ17番で。おぉ、やっぱり最後は向き合わなきゃな。はい、はい、そうですね。最後向き合いたいと思います。近所のおばさんがつまらないものですが、と持ってきた本当につまらないものとは。はい、世田谷自然食品のグルコサミンコンドロイチンです。ノーヒット。自分の実況もだいぶ辛いんですけど。お疲れ様でした。悔しい。くそ。いや、早々に取ったのにな。優勝はもうダントツで関ヶ原さんです。あ、ありがとうございます。やられた。これは気持ちいいな。これは本当に最後まで自分のお題と楽しそうにやってたもん。そうですね。いや、お題がよく楽しかったですね。20点のやつは。